じゃあ、トビ箱のテスト始めます。100万段か、やるしかねえ。いくぞ。これ本当にいけるんじゃないか。うおー、飛び越えろ。ほっ、どっちの冒険。今日は飛び箱の授業か。はい、みんなそろそろ成績当てるときはみんな頑張れよ。俺マジ10段飛ぶわ。はっ、じゃあ俺100段飛ぶ。はぁ、じゃあ俺1000段。いずけ、高校生に待って何アホな言い争いしとるの。はっ、じゃあ俺100万段飛ぶし、バーカ。ええで、なんで教師が言い争い本気になった。アホすぎ、おつ。はい、みんな全力でやるよ。まあ俺は他の教科学年1やから体育は手抜こうかな。飛び箱用意、始め。終わり。いや、高すぎやろお前。こういうの飛べるわけないやろ。ちなみに飛べなかったら体格です。やりすぎやろ。体格はやべえな、これしかないか。誰も飛べるわけないけ、頑張らんでいいやろ。おら、飛べる。確かに体格ならために頑張らないけ。意外といけるお前これ。やってみたら意外と簡単。じゃあ俺行ってみるわ。おりゃ。そうやな、やっぱ優がおかしいだけ。はい、お前体格。やりすぎやろ。もう飛ばんと退学人どころがもう殺される。いや、もう絶対嫌じゃん。勇気余裕じゃん。人間じゃないやつ黙って牧草しとけ。どうせ飛べんしも俺退学でいいわ。ダメじゃん、お前が退学になったら寂しい。持つはどうでもいいけど。気づけよ、無理やろ。俺が応援しちゃうけ。おい、みんなも画面タップして応援してくれ。さて、呼んでもらおうか。まあどうせ退学だろうな。うわあ、飛べ。おりゃ。おいおい、よいしょー。いや、お前の方が人間じゃねえよ。くそ。じゃあ俺だけ退学か。はぁ、いや、退学の時は退学になるわけないやん。なんか本気にした。なんでアホすぎやろ。はい、おっつー、アホすぎ、おっつー。根に持っとったんや。アホすぎ、おっつー。ああ、ごめんね、さっきの発言ちょっと、おい、でっかいする。ぼっちの冒険。はい、じゃあ信用調査がそろそろ出してもらおうかな。僕はこれで。お、宇宙飛行士か。確かお前成績いいもんな。そうです、絶対に宇宙に行って物理の研究をするんです。でもな、それなら体育も1位取らんと無理ぞ。いや、いらないでしょ。いや、宇宙飛行士は誰よりも運動神経が良くないとなれない。よってお前は宇宙飛行士になれない。あ、不思議、あっつー。気づけ。いやでも、他のスポーツできる2人が宇宙飛行士になれてるわけじゃないから、実質1位みたいなもんじゃないですか。あ、そりゃそうやな。じゃあ、ゆうきとゆうも噛み出せ。はい。じゃあ、ゆうきが宇宙飛行士で、ゆうも宇宙飛行士やな。ほうきふうへぇ、ほうきだおや。今そういうの得て。そや、二人とも宇宙飛行士になれてるか。そうだせ、もつなべ。残念ながら俺様が宇宙飛行士にならせてもらう。いや、別に二人とも目指そうねでいいよ。はいはい、日本中で宇宙飛行士になれる人数知ってんのか。まあそれは、体育で1位になったやつ以外宇宙飛行士になるのを諦めよう。倍率を減らすためにな。いいやねえか、それ乗った。はい、次の体育も飛び横なんでね、そこで最終的な順位が決まります。マジか、ちょっと飛び横頑張らないかよ。ぼっちの冒険。はい、飛び箱行くよ。今日も俺様が1位を取る。いや、俺やって。まあ俺か勇気の2択だろうな。待て、なんでこの村は。私はこの1週間飛び箱以外の全ての行為をやめた。なんだと。全てを犠牲にした。ゲームもテレビもネットも無用だ。くせー。じゃあこれ、オーラじゃなくて、ただ臭い空気まとっとるだけだよ。オーラ俺がやっとる。じゃあ先にもつらく飛んでもらおうか。そうやな、じゃあ俺と優は決勝戦。舐めやがって、練習の成果見せてやる。じゃあ行くぞ。でかない、なんかこの前よりでかない。サービスだよ。まあ関係ねえ、飛べ。うわー、すごいジャンプ。これ金メダル級だよ。優勝できるね。おお、金や金や、おらー、大事なところで大事なところ撃ったな。さあ殺さ。絶対負けや。もう宇宙飛行士になる夢は諦めるしかないのか。おい、知ってるか、宇宙飛行士たちは狭い空間で何ヶ月も一緒に暮らすんだぜ。だからなんだよ。宇宙飛行士を目指す者として仲間がこんな失敗をしたのに一人だけ置いていくわけにはいかねえだろ。そうだな、ユキ。お前らやることは分かっているな、ユキ。ああ、行こうか。せーの、うん、ああ、何をしてんの。おいや、え、おお、自分でチンコ潰せ。おぐっ、お前は何なの。先生は飛ばんし、宇宙飛行士にならんから別にいいだろ。はい、とりあえず体育は次の5時間目に延期しよう。よかったな、モツ。それまでにチンコを合わせよ。5時間目か、どうせ負けるんだろうな。私に言うかな。ぼっちの冒険。すいません、おケースの先生。閉めんな、体調悪い生徒はここにおるんぞ。仕事放棄すら。
上下とは体調悪すぎて早退しちゃったけど保健室の先生の許可がいるみたいで。うら、うん、班長冷静だからしとれ。体調悪いじゃんときヘイクタ張っちゃうんだけど悪化するぞ。丁寧に落とせ。で、どうしてほしいん。もうきつくてお願いです、管理許可ください。あー、なるほど。いや、帰れ。ありがとうございます。早く帰れ教室に。一区がお願いです、本当にやばいんです。なんで体調悪くなったと。いや、さっき体育で筋玉打ってもうそこら感覚なくて。あー、何してねー、何何で行けとるしてねー。痛かったろ、感覚あるやん。あおらいいかい、帰らせろじゃ。怒る電気あるやねん。いや、それはなんか嫌なことあったんやろ。そうです、みんながいじめられてるんだろ。いつでも保健室来いよ先生。俺がもっといじめてやるからや。あーおいしてねー、保健室の先生だったら助けろよ。で、なんでズル休みしようとしてるんだ。いや、5時間目に体育があってみんな俺より運動できるから戦いたくなくて。そうか、じゃあ家帰ってもいいぞ。逃げたければ逃げればいい。え、いいんですか。ああ、いいさ、逃げて本当に心が幸せになるの。幸せ、逃げたら確かに楽だ。でも幸せではないかもです。じゃあどうするんだお前は。俺、戦います。よく言った、お前さ、いい弾持ってんじゃねえ。ああ、ダメ。一日潰せな。ぼっちの冒険。さて、今回は前回よりもね、高くしましたよ。いや、もうグランド来てるよ。体育館の天井より高いってこと。はい、今回は前回よりもちょっとだけ高い100万段の飛び箱でございますよ。どこがどこがちょっとやね。じゃあ早速やっていこうか。おい、ボツ、お前からやる。そうだな、また金玉を打つかもしれないからな。まあ、その時はまた俺らの話したいし。じゃあ飛び箱のテスト始めます。100万段か、やるしかねえ。行くぞ。本当にいけるんじゃないか。うおー、いけ、モズ飛び越えろ。うーおー、いや、100万段やで。おーすごいや、いや、応援ありがとう、みんな。俺さすがに1位やわ。いや、これが宇宙まで飛べるやつお前しか、俺やつ。いやいや、これはもうもらいましたよ。絶対1位や。いや、誰も飛べ、誰も飛べ、じゃあ行きます。うそ、みんな飛べよ。一番高く飛んだのはユで、100万1段です、1ユーメーター。そんな、俺、宇宙飛行士辞退しねえといけねえのかよ。ごめんな、勝負は勝負だから。くそ、本気で目指してたのに。いや、待てよ、宇宙までの距離は 10km で、扉の子は1段9センチや。いや、もう、宇宙飛行士なんでも、でもお前、もう自分の足で宇宙行けるやん。マジや、じゃあもうすでに俺、夢叶ってるってこと。よっしゃ、じゃあみんなで飛びますか。ほいやで、おい、行くか。おい、おい、お前ら宇宙行くのはいいけど、すぐ降りてくるとは窒息するぞ。あ、グリーンバック。おった。オッケー、こっちの冒険ミニャツ。